おはようございます。釣り子 TV です。ゲイリー山本から4月に登場予定のこの期待のニューワーム、山たぬき。これをですね、霞ヶ浦の土浦で使ってみたところ、こんな使い方でいい釣りができましたよっていうのが撮影できましたので、まずはこちらをご覧ください。山たぬきをカッターナイフで2つにスライス、ね、ちょっとこれくっついてるとボリューム感が今の状況だとちょっと強すぎるんで、こういう感じで山たぬきを2分割することによって小型のパドルテールみたいな、そんな感じにして使っています。じゃあちょっとこれでトライしてみます。ダウンショットですかね。あ、また風当たってきた。風当たってきたよ。スーペリオフックの一番チャンスなんじゃないんですか、これ。まあ3時以降巻き続ければあるよ。え？なんかやっぱ3時過ぎたぐらいから魚が。食おうっていう感じになるから、なんか一周課金ってそうっすね。まあ、もうちょっとやらせてください。サンドイッチ食ったからそんなにまだ腹減ってる。よいしょ、来た。来ましたよ。よいしょ。いける。よいしょ。しゃあ。釣れましたよ。ちょっとサイズアップ。ねえ。イエーイ。これね、そんで、ちょっと今日試してみたかった。タヌタヌなんですけど、よいしょ、ハーフ山タヌキ。
カッターナイフでスライスして、ちょっとね、フルサイズだとボリューム感、今日だと大きいかなと思ったんで、で昔春先によくこういう小型のパドルテールで釣ったって記憶があったんで、それでこうカッターナイフでヤマタヌキを半分に切って、でこういう感じでダウンショットにして、でこれね、シンカーがゴロスっていうサニーブロスのシンカーですけど、あ、結構ねカチカチで感度がいい、だから今当たりもねすごいよくコンコンって取れて釣ることができました。こんな感じのね、コンプレックスに、ですね、これ野良ネズミ用のあのフェンウィックの、竿、わかんないとね、はい、ヤマタヌキフィッシュ釣れました。じゃあ引き続き頑張ってます。イエイ。はい、というわけで帰ってきました。これね、あの実際に釣りで使っていたタックルなんですけども、そのまま持って帰ってきて、動画の中でもやってましたけども、これね、まずはヤマタヌキ、はい、今回ね、こんな感じでダウンショットリグで使ってみたんですけども、ポイントはですね、あの動画の中でもやってましたけども、半分にこうカットしてね、ハーフカットして使ってみたっていうね、こういう感じなんですよね。このヤマタヌキっていうのが、お正月ぐらいにですね、小森嗣彦プロのところにこう取材に伺った時に、一粒二粒使ってみますかなんていう感じで、特別にね、あの動きを水中動画で撮影したりとか、それ用にお借りした大切なヤマタヌキなんですけども、2粒ぐらいねお預かりしていて、それであの実際に魚もね、あの釣ってみたりも、できたんですけども、そういう感じで、まあこれが通常のヤマタヌキですね。でまあいろいろなチューニングができそうな、ほんとシンプルでね、かっこいい形だなっていうところなんですけど、ここの縦のところにこういう感じでスリットが入ってるんですよね。でこのスリットに合わせて、フックセットして、それで使うっていう感じになると思うんですけども、まあ、使っているうちにこうワームなんで、この頭のところがちょっとこうボロッとねしてきますよね、っていうのと、あとこういう感じのねボリューム感のワーム、これっていうのが、霞ヶ浦でライトリグとかやるときにね、結構自分大好きなんですよね。以前だと、まあ20年前、30年前ぐらいだと、例えばメガバスのディープカップビーバーであるとか、あとはエバーグリーンの CC シュリンプであるとか、それをですね、ショートリーダーのダウンショットにセットして、釣っていくっていうのが春先に結構好きな釣りであって、まあ、そんな感じになるなっていうところと、で、ここのこの、フックを隠すために設けられたスリット部分ですね、ここをガイドにして、なんか綺麗に半分ぐらいのボリューム感にカットできるんじゃないかなっていうことで、それでね、試したところね、まあ、カッターナイフね、ちょっと大きめのものを用意すれば、綺麗にこう、スパーって切れるんですよね。はい。で、切ってみたところ、ああ、そう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 、こんな感じ、こんな感じ。こういう感じのボリューム感のね、ワーム、しかもゲイリー素材ね、これができるなと思ってやってみて、で、入れてみたところね、結構ね、早めにね、ブラックバスが反応してくれたっていうことで、まあ、通常はね、このヤマタヌキならではのボリューム感、5g 前後の重さを使って、釣りを進めていって、で、まあ、この頭のところがちょっとボロッとね、ちぎれたやつは、まあ、例えば、スモラバのトレーラーにしたりとか、はたまたこの尻尾のところだけ切ってね、あの川辺さんの SNS 見てたら、この尻尾のところで、なんだろう、魚釣ったりとか、そういった、まあ、いろいろ使えるよっていうね、中で、このハーフカット、ね、いかがでしょうか。実際にね、霞ヶ浦でもなかなかプレッシャーの高い土浦エリアでね、魚の反応がサクッと得ることができたんで、結構ね、バカにならないチューニングじゃないかななんて思うんですけども、で、タックルの方でいくとですね、このフックはまずエンジンのスーペリオフックのこう1番ですね、これがね、刺さりがサクッとねいくっていうのと、あとここに溝があって、まあ、ダウンショットとかリグった時にね、正しいね姿勢が、出しやすいっていうね、
こんなところと、あとね、今回ね、動画の方でもね、映っていたんで、ちょっとね、まとめてみたんですけども、このね、結構、シンカーのところをですね、細かく調整することによって、釣りをしていたなーってね、自分では意識しないでやっているんですけども、改めてね、残っていた動画なんかで見返すと、ね、このシンカーに変えてすぐにね、反応が得られていたので、はい、これがね、動画の中で出ていた、まあ、ライトリグもやるぞーなんていう時にね、バッグに忍ばせていくライトリグ専用100均、袋なんですけども、まあ、この中にいろいろ小物をね、こうやって入れていくわけなんですが、まあ、針とかね、いろいろ入っていたりね、こうスーペリオフック、あ、これ実際に今回使っていた一番ですけども、あって、あとは重りですよね、こう、ね、いろいろダウンショットからフリーリグからできるように、いろいろなね、1.8g とか、重りがあるんですけども、ちょっと重りの調整してましたね。当初はね、0.8g って重りを使っていたんですけども、ちょっとね、風が吹き出して、風によるちょっとしたカレントみたいなのがね、あとは糸が流されちゃうっていうのがあって、そこら辺でね、この重りの重さをね、こう、1.8g に変えていったんですよね。で、さらに流れがあったりするところでは、こういう感じの、3.5g とかね、この小物入れの中に忍ばしているんですけども、こういう感じでですね、細かく微調整していって 0.8g だと、まあ、底のタッチ感っていうんですかね、まあ、風によるこう糸が流されたりとか、あとはそこにスタックするスタックしないとかね、なんていうか絶妙なタッチ感をね出していきたいんですけども、そこで今回は、0.8g のものからこういう感じで 1.8g、 そしてあとはね、これタングステンの結構ねカッチカチのね、いいタングステンのシンカーなんですけど、あそこら辺ね、泥底から岩に変わっていくブレイクエッジみたいなところにワームを置いておけるかどうかっていうのが結構自分の中では釣るための肝になっていて、そこのまあ泥底か、はたまた岩なのかとか、そこら辺をちょっとね、感知し分けるために、今回はねちょっとね、高級なタングステンシンカー使ってみました。そうじゃない時は、まあ、例えばウォーターグレムリンのね、鉛のシンカーとかもちろんね、お気に入りで使っているんですけども、ちょっとした性質の変化、そこの微妙なところで魚の反応するしないみたいなところを、探っていきたいななんていう時は、こういうね、ちょっといい目のタングステンシンカー使ってみたりとか、そんな工夫をしております。そして、タックルのところですが、こんな感じね、ちょっとね、動画の中でね、なんだっけなこの竿ってね、わかんなくなっちゃってましたけども、フェイウィックのですね、リンクスシリーズにあるこれ、野良ネズミね、やるのにちょうどいいよっていうですね、番手がですね、リンクス、CT60SULP+J みたいな感じのね、番手の竿なんですね。これっていうのが、霞ヶ浦で釣りをするときに、まあ、ヤマタヌキのフルサイズのものですね。まあ、ここら辺のですね、ちょっと、野良ネズミ風な、ちょっとボリューミーで、針も、比較的、しっかりした針を使うときとかに、フックセットしやすいんじゃないかなと思って、このね、竿を選んでみました。あとはですね、この、ラインがですね、バリバスの PE ラインね、これ、0.35 ぐらいのものを入れてるんですけども、PE ラインとの相性も、いいよっていうガイドセッティングで仕上がっているはずなので、まあそんな時にね、この PE ラインに、リーダーをつけて、それでもって、ライトリグをやろうなんていう時にね、このままの組み合わせでそのまんま、ちょっとしたプラグの釣りまでできちゃうんで、小型ミノーね、ベビーシャットであるとか、はたまたシャッティング X であるとか、そういった小型のシャッドとかミノーとかまで使えて、なおかつワームの釣りもできてっていう感じで考えるとね、今回はね、この、リンクスのですね、野良ネズミスペシャルみたいなね、こんな感じの、竿でやってみました。で、まあ糸の方ですごいね、高感度な糸を入れているんで、それに、
こうリーダーをつけてですね、それに単独で進化をつけて、ヤマタヌキは半分に、カットしてっていうね、こういう組み合わせで使っております。で、まあ、またこの小物袋にね戻るんですけども、Bライン直結ではなくてですね、今回はねリーダーを入れてるんで、このリーダーなんかもねこの中にねこうやって、いろいろ準備してるんですね。1.5 号直径で8ポンドのもの、シーガーのグランドバックスね、まあ、ここら辺ですとか、ほんと微妙な使い分けなんですけども、こっちはねバリバスのですね、これはエギング用のね、リーダーなんですけども、1.7 号直径で、7ポンドクラスのものね、こういう感じで、今回はねこっちの方使ってたかななんて思うんですけども、こういう感じで、リーダー部分はちょっとね結構ゴリゴリのでかいバスがね、霞ヶ浦なんかこの時期釣れることがあるんで、通常だと4ポンドのクロロカーボンね、直結みたいな感じで使うんですけども、今回ちょっと遠くに飛ばしてみたりとか、あたまたいろいろな釣りね、展開するためにですね、メインラインが 0.3 号の B ライン、それにこういうですね7ポンドクラスのショックリーダーね、こんな感じのね、リーダー軍団もですね、こういった小物袋の中にね入れて、スタンバイしておりました。はい、なんていう感じでね、こういろいろと喋ってきたんですけども、このヤマタヌキのですね、縦割りカットチューンっていうんですかね、これねぜひですね、なんていうかな、使ってるうちにね少しね、ボロッとなってきたワームとか、お家にいる時とかに、今回はねあの釣り場で、調理してみたんですけども、お家でね、あ、これちょっと頭のところ裂け出したななんていうねヤマタヌキがいたらですね、ぜひですねこのカットして、この絶妙なボリューム感にしてですね、このお尻の追従するなんていうんですかね、プルプルした感じが本当ね、なんか使ってて気持ちいいんですよね。ブルブルっていうね、このブルブルっていう、これね、これこんな感じの波動好きっていう人はね、ぜひねヤマタヌキね、通常使いプラス、少しね、ボロッとしてきたらこんな感じで、ハーフカット中してみてはいかがでしょうか。何してもね、すぐ釣れてくれたんで、あ、これまたやろうっていうね、そんな、チューニングとなりました。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、春先のですね、霞ヶ浦土浦エリアで、ヤマタヌキのね、チューニングモデル使ってみたら、いいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。